札幌エスタは、北海道札幌市中央区北五条西二丁目一番地に、ある、複合商業施設である。JR タワースクエアを構成する施設の一つで、地下1階は、JR タワーやアピアに接続しており、2階と7階には、札幌ステラプレイスへの連絡通路が設けられている。JR 北海道の札幌駅や、札幌市営地下鉄札幌駅に直結しているほか、 地上1階部分に札幌駅、バスターミナルが併設され、交通結節点として機能している。館内には、食料品店や飲食店、ファッションや雑貨などの専門店、ゲームセンター、フードテーマパーク、多目的ホール、屋上庭園などがある。そごう札幌エスタ札幌そごうは、株式会社札幌そごうが、北海道札幌市で運営していた、百貨店。 エスタの旧外装会業当初は各店舗として百貨店のそごう北海道内初出店として札幌そごうが入居していたこのためオープン時のキャッチフレーズはでっかいそごうであった2000年に札幌そごうが閉店以後半年間は地下の食料品売り場エスタフードタウン1階の札幌駅バスターミナル 10階のエスタグルメタウンのみが営業を継続していたが、2001年に後継テナントとして、北海道内初出店となる家電量販店のビッグカメラが入居。その後も、ユニクロや ABC マートなどの衣料品店、ニトリやロフトなどの生活雑貨店、アミューズメント施設のナムコアンダーパークなどが入居している。2016年12月9日、 札幌市が同日公表した札幌駅交流拠点線道外区整備基本構想案の中で2030年度に予定されている北海道新幹線の札幌延伸に合わせて札幌エスタと札幌駅バスターミナルを一体的に建て替えることを検討していることが報じられた。それによるとエスタに隣接する札幌駅東口の私有地に 高層ビルを建設するほか、南口広場と創生川周辺を結ぶ歩行者通路を高層ビルなどと一体的に整備する構想となっている。また、老朽化でエスタが取り壊された際には、その跡地にバスターミナルを改めて設置する構想も盛り込まれている。2018年2月15日、JR 北海道は、 北海道新幹線札幌駅のホーム位置に関する東安その2のイメージ図と共に札幌エスタの建て替えイメージを公表した。屋上を緑地化し周囲との調和を図るとされており、こちらは従来のバスターミナルと一体となるか別にするかは今後関係者との協議で決定すると報じられている。同年3月14日。 JR 北海道の島田治社長は同日開かれた記者会見にて北海道新幹線札幌駅ホーム1の決定後札幌市の駅前再開発計画と連動する形でエスタの建て替えを検討する考えを示した。ありがとうございます。